ちは、日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は清少の心です。松は常緑であることから、いつまでも固く変わらない心を表します。例えばから清少の心を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。